もし働かなくてもお金がもらえるとしたら、あなたはどうしますか？1980年代、ナウル共和国。オーストラリアとハワイの間に位置する小さな国で、国民たちは裕福の絶頂を迎えていました。働かずともお金が自分の懐に舞い込んでくる日々。税金はゼロ、医療費もゼロ、水道、光熱費でさえもゼロ。さらには、新婚者には一軒家がプレゼントされるのです。使っても使ってもなくならないお金。ある国民はこう表現したといいます。毎日が日曜日だ。しかし、ナウル国民はあることをきっかけに、どん底へと落とされてしまうのです。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おっそす、ケンちゃんです。お金も仕事も好きだけど、休みはもっと大好き、ヤミコです。アニメアルゴメトリーは、教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのは、世界一裕福な国と言われていた国、ナウル共和国について。ナウル共和国、何かどこかで聞いたような。あ、思い出した、確か X で人気じゃない。ヤミコさん、よくご存知ですね。ナウル共和国政府観光局の日本事務所のアカウントはかなり人気で、約50万人のフォロワーがいるんですよ。人口が約1万人しかいない国ということを踏まえると、かなり異例のことなんです。ただそれほど小さな国にもかかわらず、あることをきっかけに、あのアメリカよりも豊かになった歴史があるんですよ。まずはその裕福ぶりを見ていきましょう。裕福の絶頂。1980年代、ナウル共和国。最高！ナウル共和国は全体の面積が21平方キロメートルと、東京都の品川区よりも小さな島国です。世界で見ても3番目の小ささで、1周17キロメートルほどしかないため、5時間もあれば国全体を1周できてしまいます。そんなナウル共和国は、1900年代にある事業で莫大ともいえる成功を収め、国全体が裕福になりました。さらに1980年代に入ると、国民1人当たりの GNP は、日本円にして500万円にまで上ったのです。当時の日本の GNP が約250万円、アメリカでも約337万円なので、どれだけ豊かな状態なのかは一目瞭然でしょう。するとその様子から、世界一裕福な国と称されるほどの金満国家となっていました。さらに普段私たちが当たり前のように払っている医療費や学費、水道、光熱費、さらには税金までもがタダになり、国全体が毎日お祭り騒ぎのような幸せな空気で満ち溢れていました。税金がタダってめちゃくちゃ羨ましい。2023年の今年の漢字なんて税なのよ。ヤミコさん、というか日本国民の叫びが聞こえてくるようですね。確かに今の日本では考えられない状況です。豊かな状態は続き、国民の生活費を国が支給するまでの状態にまでなってもなお、ナウル共和国の大盤振る舞いは止まりません。例えばあるカップルが結婚を決めると、結婚のお祝いとして一軒家を贈呈します。なんと国から一軒家がプレゼントされる制度を設けたのです。さらに学生に対しても国はお金を惜しみません。高校生になるとオーストラリアの高校へ、さらに大学生はアメリカやイギリスの大学へ、それぞれ国のお金で留学に出ていました。ではなぜナウル共和国はそれほどまでに裕福になったのでしょうか。実はナウルにはある資源が豊富にあったのです。資源が豊富なのってやっぱり強いわね。石油産出国も相当お金持ちだもんね。そうですね。ただナウルが資源のことに気づいたのは、たった一つの偶然がきっかけだったんです。偶然の産物。19世紀、太平洋にある小さな島々は産業革命の影響を受けて次々とヨーロッパ諸国の植民地になっていきました。ナウル共和国もその波に飲まれ、1888年にドイツの植民地になります。するとそれまで農業や漁業で自給自足生活をしていたナウル共和国にヨーロッパの風潮が入り始めます。植民地にされているので、一見するとあまり良くない話のように思われるかもしれませんが、ここから少しずつ流れが変わっていくのです。ドイツの植民地となってから間もなくの1899年、ニュージーランドの地質学者アルバート・エリスがドイツの指示を受けてナウル共和国の地質を調査します。すると、お、これはまさかあの資源じゃないか。エリスはすぐさまナウル共和国の地層を持ち帰り検査に出します。そして検査の結果、ナウルにはリン鉱石があることが分かったんです。リン鉱石ってそんなに興奮するほどすごいものなの？
そうなんです。リン鉱石は今でも貴重なものとして取り扱われていますからね。そんなリン鉱石を見つけたエリスですが、彼が驚いたのは一部の地層ではなく、国の至るところでリン鉱石の鉱床が見つかったことです。そして彼はこんな結論を出します。この国はリン鉱石の上に存在しています。リン鉱石の報告を受けたドイツは採掘権をイギリス資本の企業パシフィックフォスフェートカンパニーに与え、1907年からは本格的な採掘を開始させます。こうしてドイツは順調にリン鉱石の採掘を進めていたのですが、またまた時代の流れが変わります。世界では第一次世界大戦が勃発し、ドイツがイギリスに宣戦布告。そして1914年11月、オーストラリアがナウルを占拠することに。さらに第二次世界大戦終戦後の1947年には、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの3カ国の支配下に置かれます。そして1966年に自分たちで政治を行えるようになり、1968年に晴れて独立国家としてナウル共和国が誕生。つまり、ようやくナウルの人々がリン鉱石を自分たちのものとして扱えるようになったのです。植民地になったのは大変だったけど、もしそれがなかったらリン鉱石はずっと見つからないままだったのかもしれないのね。それにしてもリン鉱石ってそんなにすごいものなのね。そうですね、リン鉱石採掘で得られた収入は想像を絶するものがあります。そこで今回のメトラキーマドはリン鉱石について。リン鉱石にはマグマ活動によってできる無機質リン鉱石と、動植物や微生物の遺骸が陸地や海底の地殻変動によってできる有機質リン鉱石の2種類があります。ナウルのリン鉱石は数千年から数万年にわたって積もった海長の糞がサンゴの石灰と結びついてできた、いわゆる有機質タイプのものです。リン鉱石は農業に使える肥料の原料として非常に貴重なもので、現代においても重宝される資源となっています。日本でもかつては有機質リン鉱石を産出していましたが、現在はリン鉱石やリンそのものを全て輸入に頼っています。世界的にもリン鉱石を産出する地域は限られており、国内で安定して産出するリン資源が求められているのです。土地が貴重な資源になってるなんて本当ミラクルよね。買った家の真下に徳川埋蔵金があったみたいなことよね。それくらいのラッキーかもしれませんね。こうして世界一の成金国家となったナウル共和国なんですが、幸せな状況は長くは続かなかったんです。ニートだらけの国。独立してから13年後の1981年、ナウル共和国はおよそ170万トンものリン鉱石を輸出し、日本円にして200億円以上の収入を得るようになっていました。1968年から1980年代後半までの約20年間でリン鉱石の輸出の額を全て合計すると、総額はなんと5000億円以上。ナウルの国民たちは最初こそ自分たちの手で汗水垂らして働き、国を支えていました。しかし、こんなに金があるんだから誰かを雇えばいいんじゃないか。確かに彼らは有り余るお金を使って次第に外国人労働者を雇うようになります。するとだんだんとエスカレートしていき、しまいには全ての仕事を外国人労働者に丸投げ、自分たちは働かなくて良い状況を作り出します。さらに国は有り余るお金を特定の個人ではなく全国民のために出し続けます。家政婦を雇わせたり、高級車を複数台持ったりなどは当たり前。こうして出来上がったのは国民全員がニートの国。湯水のようにお金を使い、国民全員がニートとなり、全く働かない状態は30年にもわたって続きました。その結果、全国民の 90% が肥満、30% が糖尿病の世界一の肥満&糖尿病大国へと様変わりしたのです。変わってしまったのは肉体だけではありません。精神面においても、かつて農業や漁業を生業としていた時のような活気あふれる状態とは程遠い姿になってしまっていたのです。人間働きすぎてもダメだけど、働かなさすぎてもダメなのね。夢のような生活に見えるのに、働くことで自分らしさを保てているという側面もあるんでしょうね。僕らもこうして動画に出ることでメトラの皆さんとコミュニケーションをとっていますからね。でもどこかの時点で元に戻そうとはしなかったのかしら。気がついた時にはすでに遅かったのかもしれません。実は元に戻るどころか、もっと大変な事態に陥ってしまうんです。リン鉱石によって莫大なお金を手にしたナウル共和国、働かなくてもお金が
が入ってくる状況が続きますが、実はナウルの人々もリン鉱石が永遠に取れるとは思っていなかったんです。実際90年代に入るとリン鉱石の採掘にも陰りが出てき始めました。そこでナウルは今ある元手を使って別の形で資産を増やそうとあらゆる手を尽くすようになります。例えばオーストラリアの不動産を爆買いしたり、グアムやフィジーなどの観光地にホテルを建設したり、さらにはアメリカシアトルの森林を買い取り、富裕層向けの高級住宅地の開発にも手を出すようになります。まあ外国に資産を持つっていうのは別にいいんじゃないの。リン鉱石が取れなくなっても残るわけだし。一見するとそうなんですが、実はここに恐ろしいトラップが仕組まれていたんです。戻ることのないかつての姿。海外の不動産購入などでリン鉱石以外の資産を増やそうと取り組んでいたナウル共和国、そこにはあるアドバイザーの存在がありました。これからはグアムやフィジーの観光地が伸びますよ。アメリカの富裕層をターゲットに土地を購入しましょう。しかししばらくするとナウルの人々はあることに気づき始めます。購入した不動産の価値が全然上がらないじゃないか。彼らはアドバイザーに訴えようとしますが、その時にはもう連絡が取れません。なぜならそのアドバイザーたちの正体は闇ブローカー。彼らは有り余るナウルの財産に目をつけて近づき、成功するはずのない資産運用ばかりを刷り込んでいたんです。ただ本来であればそんな詐欺などちょっと調べればわかるはず。しかし彼らは知識を持っていなかったため、そんな闇ブローカーの話をやすやすと信じてしまったのです。ナウル共和国は1割の公務員と9割のニートで構成されています。お金は持っていますが、正しい使い方を教えてくれるような教育体制は整っていませんでした。闇ブローカーに騙されるなんて相当と追い込まれてたのね。そうですね、冷静な状態であればもっといい判断ができたのかもしれません。しかしナウルは混乱を極める状態だったんです。資源が底を尽きてくるとナウルの政治情勢は混乱の連続でした。政府自体にも財政資金がなくなっており、それに加えて新たに発生した数億ドルもの海外債務の返済、がんじがらめになり全く身動きが取れなくなっていました。このことを象徴するエピソードが一つ。当時のナウル大統領はオーストラリアのラジオにて衝撃的な声明を発表しています。ナウルの人々の大半は給料をもらっていません。もうかつてのような姿はナウルにはなく、危機的状況であることをどうか知ってください。さらにナウルでは電話のシステムが機能停止に。外部との連絡は衛星電話しか手段が残されていないほど窮地に追い込まれていました。しかしそんな状況であってもナウルの人々の頭の中には自分たちが働こうという考えはありません。それどころか、どうやったらこれからも働かずに食べていけるかなという頭しかなかったんです。ちょっとちょっと、なんだかとんでもないことになってるじゃない。人間は楽を覚えたら元には戻りにくいのね。ヤミコさん、これで終わりではないんですよ。ナウルはここからさらにドツボにはまっていくんです。経済状態の悪化に歯止めが効かないナウル。そこで彼らはこれで行くしかない、ある苦渋の決断をすることになる。それは世界中の汚いお金で荒稼ぎする、いわゆるマネーロンダリングの拠点になるということだ。マネーロンダリングとは麻薬取引や脱税などの犯罪によって得られた汚いお金を架空または他人名義の銀行口座に転々と送金を繰り返すことで資金の出所を分からなくすること。つまり犯罪の片棒を担ぐということに他ならない。ナウルでは400ものネット銀行が作られお金が集まってくるが、その主な取引先はロシアマフィア。しかしこんな大々的なことがまかり通るはずはない。アメリカの金融機関に多大な影響を与えてしまったナウルは国際機関のブラックリスト入りすることとなる。そして全ての銀行の免許は剥奪され、マネーロンダリングを使った金融事業は続けることができなくなった。すると今度はパスポートを乱発してテロリストの手助けを行い、裏金を稼ぐ手段に出た。しかし逮捕したテロリストがナウル共和国のパスポートを所持していたことから、ナウルのトップを今すぐここに連れてこい。当時アメリカの大統領だったブッシュの逆鱗に触れ、ナウルの大統領はアメリカに呼び出されることとなる。しかしアメリカに向かうこととなったナウルの大統領はもはやナウルの国民病でもある重度の糖尿病を患っていた。そしてなんとこのタイミングで呼吸困難に陥り、ギリギリの状態でアメリカの地に到着。ナウルはこれから非合法な活動は一切しない。その言葉を最後にアメリカ到着から数日後、彼は息を引き取った。
追い詰められて犯罪に手を染める人はいるけど、それは国でも同じなのね。こうしてナウルは輪鉱石という収入源がなくなっても何も変わることなく衰退してきました。その結果どうなったのでしょうか。アメリカでナウル大統領が非合法な活動からの脱却を宣言してからようやく考えを改めました。こうしてナウル国民は輪鉱石が取れる前の生活に戻ることを余儀なくされます。しかしナウルの土地は輪鉱石の発掘によってボロボロの状態、かつての農業や漁業などに再び着手できる状態ではなくなっていたのです。さらに食料の自給自足ができず、ほぼ 100% 輸入に頼らざるを得なかった点も財政難に拍車をかけた要因でした。加えてナウルの特殊ともいえる地形もマイナスに働いてしまいます。ナウル共和国は太平洋の島国の中で唯一周辺にサンゴ礁のない単独国家です。そのため波は常に荒く、魚を釣るにも高速ボートが必要不可欠で、かつてのような漁法はできません。昔の状態にも戻せないなんて正直詰んでない。自分たちの手で止められなかったしわ寄せが来てしまったと言えるかもしれませんね。ただこのような状態でありながらも徐々に前を向き始めています。2004年からは過去の反省から抜本的な見直しが図られます。外交関係の見直しから始まり、さらには輪鉱石の二次採掘が開始されたことで輸出業によって収入が右肩上がりになってきたのです。またオーストラリア、中国、台湾、さらには日本に対して資金援助を求めながら徐々に経済情勢を立て直してきています。ここから学べるのは、貧しいと裕福な状態を羨みますが、裕福すぎても心が貧しくなってしまう点です。一方の日本は失われた30年と言われるように経済的に長く成長していない状態が続いています。ただ日本もメタンハイドレートなど新たな資源を発掘しようと頑張っています。もし日本もナウルと同じように裕福になったとしたら、一体どのような国になっていくのでしょうか。メトラの皆さんはどう思われますか。